はい、キューバさんです。今回もビアネタの続きやってみたいと思います。前回、なんかわけわかんないウツボみたいなでっかいやつ飛び回ってるイモムシ、イモムシじゃねえな、ヘビみたいなやつを倒して、倒しきったところで終わっております。てっきりあれが大ボスだと思っていたら違いましたね。まあ、何回中ボスに戦わせるんだよという。で、奥にちょっと赤カラスがいるんで捕まえてみたいと思います。ありがとう。はい、捕まえました。こっから大ボスなのかな。あ、ゲートオブエールだ。まあ、大体ゲートオブエールが出てくるとこ見たらもうボス前なのかなという気はしなくもないですけども、とりあえず今は別に買いたいもんないんだけどな。よく買えるもんがないわ。もうそこそこいろいろアイテム集めてるんで。どうすりゃいいのこれ。あ、壁橋、あ、ないわ。二段ジャンプで壁飛んでーの。はい、無理。どうやっていけばいいの。とりあえずこうでしょ。で、こう進んでっての。あー、もうあこぐらいは乗ってよ。こうジャンプ、アフターバナキック。あれあれ、こいつでちょっと飛べるかなと思ったんだけど飛べなかったの。二段ジャンプで、あ、二段ジャンプでいけるよね普通ね。で、ここもどうせいけるでしょ。二段ジャンプいけない。何、ここでいけ。あ、ここ普通に、あ、うさん、なんだ、階段一時登る必要ないやん。おいおい、これでいけるやん。あ、ホンダ、今、あ、ホンダがなんかダフンダみたいな気分でしたね。その後畳み、閉じる。あれ壊してくださいよ、塔じゃない、壊してくださいオブジェだ。あいつ壊すよ。はい、何が出んだ。ドカーンと、あー、心臓かよ。心臓あったところでもう上限マックスなんだけど。はい、もうこれマックスよね。これ以上上がんないよね。まあいいか。で、どこ行けばいいんだ。あっこ登れってことか。あ、こう、ちょっと、はい、下がった。うわぁ、大ボスっぽいな。頑張ろう。また?おいおい、え?よいしょ。いや、今のは普通に走っていけた。見えない、見えないってば。うわ、見えたけど、いや、早すぎだわ。見えない。いや、どこだどこだ、どこいんだお前。どこ行った。うわ、いや見えないとこから来んなよ。わっと、いいで、避けろ。よいしょ。おい、お前、尻尾とか。あ、よっしゃ、今ちょっと気づいて、よけ、あ、今、お前、見えない。避けろ。あ、避ける、避けれないの。見えねえ。今のうちいた。倒した。なんかわかんないうちにガチャガチャプレイで倒したわ。中ボスかよ。
いや、もう大ボスだと思ってたら中ボスか。調べる。なんていうのこれ。風雨にさらされて、もろくなっている。わずかな力で暴走だ。はい。キックしろよ。あ、はい。いや、もうこっからを、あ、なんか緑のやつが出てる。これ、ゲットしておこう。これなぜか、こう、視点を左にやってもなんか、右の斜め前向いちゃうんだけど。ない。ちょっとなんだよ。来た。これ大ボスっぽいな。これこそ大ボスっぽいな。うわ、なんだこれ。手。いや、ちょっと。何？ おいおいおい。これ初見殺しか。何したいのこれ。とりあえず、奥に進みたい。で、こいつが出てくるでしょ。で、こっち、ここに、とりあえず。んで、こっちに、渡って。で、ダブルスペース。うっそ。ダブルスペース、そんなの、すぐ出せれんわ。出してた？今。偶然押せれたっぽいのか？私は私のやり方でやると言ったはず。貴様らの手出しは無用だ。ジャンヌさん登場してどうなんだ。この町へ来て少しは勘を取り戻しただろう。どうだベヨネッタ、あなた何者？まさか生き別れたお姉さんなんて言わないでしょ。姉だと？馬鹿げたことを言うな。私とお前はアンブラの魔女の頂点という司法をめぐって争ってきた。お前が長い眠りから覚めた今こそ決着をつける時なのだ。今まさに今度でいいんじゃない。あいたまだ寝ぼけているのか。おい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 、来た。うわ、ガン型だ。うわ、足ガン型だ。まあ、ありえないんだけど。ボスほったらかしてこっちで戦闘？ジャンヌと戦闘？いや、あれ、ボスはどうなったの、あれ。うわ、避けれねえ。攻撃パターンが分かんねえ。よっしゃー、よけれたつもりだったのに。おいおい、強えな。おめえ強えな。
めっちゃ強いなこいつ。いや強いわ。あー無理だ、避けれねえ。ちょっと一回回復、もう武器チェンジ。何回、お、なんだ、あ、また、え、キー操作を求められるのかと思ったら、やべ、もうちょっとこら、避けたいんだけど、お前、避けろ。あ、なんかまた、いやちょっとどうなってんだ。カウンター、え、あ、パンチ、ちょっと、あ、今負けた感じだな。やべ、死ぬ。避けた今。うわちょっとひどいなこいつ。避けてからの、いや、ここでもう、避けろ、余計ての、よっしゃな、ダメージ7000ってでかっ。いや、なんでここででもジャンで戦ってんの。この程度か、何を恐れているのだ。恐れているですって。私が、どうやら時間の無駄のようだ。その様子ではな。どういうことだ。お、え、なんか変身してる。どうなってんの今。え、今変身して飛んでったってこと。いや、俺と同じ表情してる。あぜんだわ。え、走りながら素早くビーストを、え、走りながらシフトを、あ、え、シフト、え、それは自らの身体、え、体を獣へと変える神秘のまで、はい、今、え、走りながらシフト2回で変身だね。例えば猫の文字をイメージするので変化したものは延々食べかれて、いや、もう、え、どういうこと、似顔絵してベストを走りながら、うん、へー、驚いた？私にこんな力が。本当かよ、今知ったの。あ、終わった。ボス的存在がジャンヌて。何回死んでんだ。はい、まあそんなとこでしょうね。まあ、そんなとこだわ。えらい死んじゃいましたね。いや、死んだとか、あの、あれ、なんだ、あの、わけわかんない、あの、崩れる道で死んじゃったな、いっぱい。あ、得意じゃないんだよね、これ。ヘッドショット狙わないとね、いいのが笑えないんだよ、これ。こいつ、あー、足んねえ。
これゲット。ゲットしねえ。ゲットしねえ。ゲットしねえ。なんだ、下手くそだな。あらね。まあ、気持ち大回復ちょっと手に入れたぐらいだな。あ、無敵忘れてたな。無敵使えばよかったな。わけわかんないところは。まあ、いっか。まあ、いいや。はい。残りはヘイローに変換。次はどこだ。次、天国門でいいのかな。チャプター6、天国門の前まで来ました。まあ、とりあえず今回はこの辺にしときましょう。はい、いろいろ死にまく、あの崩れる道の死にゲー的なあれはどうなの。いや、まあ、瞬時に2回ダッシュして、まあ、今回はそのアフターバーナーキックでね、飛び越えることができましたけども、まあとりあえずああいうのはいただけない。いや、まあでもプレイ自体もなかなかね、あの敵の攻撃がまだ読めてないんで、避けるに避けれないというこうさんさんたる結果でしたけども、まあまた次回、頑張っていきたいと思います。はい、今回の動画が良ければグッドボタンとかいいねボタンとか押していただいても、こうチャンネル登録していただいてもありがたいんだけども、まあ無理には言わない。はい、ということで今回これにしておきます。また次回よろしくお願いします。では失礼します。失礼いたしました。